パスアニメーション作成の最初のステップは線や円弧、円といったパスエンティティの選択です。SE アニメートのポリライン機能を使ってパスを新規作成することも可能です。コンテキストメニューから Create パスアニメーションを選択します。パスアニメーションダイアログで選択をいくつか行います。このアニメーションには Rotate Objects a d d o n g Path を選びます。フレームは25個になります。 このオブジェクトアニメーションだけなのでカメラをオフにします。パスの方向を選びます。次にセーブをクリックします。では SU アニメートバージョン4のメインダイアログボックスを見てみましょう。アニメーションパスがリストされました。Add Remove をピックして曲線グループをパスに割り当てます。 選択を解除するには Shift キーを押しながらグループを選択します。では、このアニメーションを再生しましょう。